どうも、かいさくです。さあ、今日なんですけども、はい、ちょっと今日はね、冒頭申し訳ないですけど、ちょっと真面目に、はい、ちょっとお話したいなと思ってましてですね、うん、まあタイトル、サムネにもあった通りですね、初めてちゃうかな、こんな話すんの、うん、多分、まあお金について、はい、今日はちょっと話したいなと、っていうのもですね、はい、まあトンボもね、うん、安武も、はい、まあ視聴者の皆さんも、お金にまつわるニュースって結構あったじゃないですか、僕ありますね、対策って結構、まあそれは仕方がないと思うんですよ、はい、いろんなニュースがなるのは仕方がないとは思うんですけども、で、ずっと黙ってたんですよね、うん、別にそこは別に話す必要もないと思ってたんですけど、はい、ちょっとね、いよいよね、もう嫌だなって僕の中で思ってきたの、うん、で何かっていうと、まあ先日ですね、ちょっとあるまたネットニュースが出て、これ特に会社名とかも言いませんわ、あるネットニュースが出てですね、それまたお金の話だったんですよ、うん、でね、それでね、なんかその記事を読むとね、うん、取り分の話なんですよ、うん、取り分の話で、カジサック吉本、まあ僕吉本でやってるんですけど、うん、まあ、吉本の中でも YouTube やってる芸人さんたくさん今も増えてきたやんか、はい、増えてきてる中で、その記事によると、どうやら、関係者、なんかテレビ関係者によるとみたいな、うん、によるとどうやらカジサックだけ、吉本の中で梶作だけ取り分が全然違うみたいな。ああ、もうただ一人だけ、俺だけ。なんか梶作が9で、吉本が1だみたいなことがネットニュースになってたんですよ、うん、でやっぱり世間の皆様ってそういう話題って嫌いじゃなかったりするじゃないですか。そうですね。で少なからず信じる人もいると思うんですよ、うん、で、まあ、ずっとそういう話で僕はずっと黙ってたんですけど、ちょっといよいよちょっと僕の中でもう嫌やなと思って、うん、はっきりと否定させてください、うん、ま全くそんな事実はございませんので、うんうん、本当にございません。過去にね、岡村さんの動画かな、メインの動画では話したと思うんですけども、うん、もともとの取り分っていうところの割合で言うと、僕の口からは言えないです。それはもう吉本さん的にも言ってほしくないだろうし、うん、僕の口からは言うことは今後も多分ないです。ただ、まあ、割合というものは事実存在している中で、うん、重複になりますけども、岡村さんの時の。僕はもう頑張ってね、吉本さんと交渉してですね、はい、その取り分というものをまあ逆にさせていただいたんです。それはもちろん吉本さんも納得した形で、うん、そして、あくまでも今もなお変わらずというところで言いますと、全員一緒です、うん、はい、私解釈もそうだし、全員、全芸人さん、吉本ですよ、この話は吉本ですけども、うん、全芸人さん同じ取り分です、うん、それはもう間違いないので、その辺はもう変なネットニュースにね、揺さぶられずというか信用せずにいただきたいなと思います。そして言われているのはね、また他にもいろいろあるんで、まあ、せっかくの機会なんでね、うん、話せる範囲内でも話してもいいのかなと思うんですけども、スタッフへのギャラが全く払ってないみたいなニュースもずっとこう言われ続けてきたんですけど、うん、でもこれってまあ僕が話すというよりかね、うん、まあ、トンボとか、まあまあそうですね、竹とか、はい、はもうリアルにね、うん、こう分かってるわけやったりするやんか、はい、そんなことないよな、ちゃんともらってますというか、はい、はい、いただいてます、で、うん、特にね、現場でいつも一緒に僕と一緒に活動してくれている、うん、カメラマン安武トンボだったりとか、うん、あと土橋くんとか中野くん、はい、うん、まあマネージャーの木島くんはまあ吉本のマネージャーってことだったりするんですけど、うん、まあ、チームですけど、もうちゃんとやってるとは思うんですよ、はい、で他にもチーム活躍っていうのは例えば結構いますよ、うんうんうん、います、編集してくださったりしてる方とかもいますけども、その辺も、うん、まあその辺に関してははっきり言って吉本さんにお任せしてる部分はあるんですけど、うん、ちゃんとしてると僕は思っております、はい、でもこれって安い高いって人によって全然、うん、感じ方が違うとは思うんですけども、うん、僕の中ではしっかりと吉本さんはしてくれてるんじゃないのかなって思っております、うん、はい、安武もいい服着てるしなそうですね、でもだからちょっと悲しいですもん、そんなこと言われるのが、なんかな、でもあんまりこれで俺がガーガー言うのも違うのよ、分かってんねんけど、あまりにもね、ちょっと、先日のそのニュースはもうちょっと、それでまた芸人さんとかもね、多分そういうニュースって見るから、変に思われるのも嫌だし、それきっかけで、だったらこのチャンネルになんか出たくないわとか思われるのも嫌やったりするというか、はっきり言わせてください、本当に皆さん一緒です、うん、僕はそれは一緒じゃないと吉本でやりませんまで言いましたから、うんうん、そうですね、そう、 YouTube やってる芸人さん全員一律一緒じゃないとやりませんっていうのも言っているし、
あくまでもそこは信用していただきたいなと思います。そして、はい、吉本さんも本当にいろいろあったじゃないですか、うん、た中ですげえ変わったんですよ、はい、マジで変わった。今もなおね、生配信もすごいずっとやってたりもしますけども、はい、それこそ本当にリアルなお金の話なんかで言うと、変わりましたよ、うん、マジで。これって多分世間にあんまり言われてないと思うんだけど、はいはいはい、まあ、もちろんここの取り分も言えません、何対何とか言えないですが、大幅に変わってます。あー、うん、素晴らしい。で、俺何が素晴らしいかっていうと、うん、特に若い子たち。あ、そうなんですね。だから俺らがさ、若い芸人の時、1年目にね、はい、4年目5年目の時とかからしたらもう考えられない、考えられない、考えられない、いいなぁ。もう、怖いって言うよ。その時の吉本は多分ケチやわ。うん、世話なってるんすよ。いろんな芸人さん言ってますけども、はい、やっぱ芸量があるっていうのはやっぱ吉本の一番の武器ですから。そうなんですよね。そこでネタを、ね、M1 グランプリだって決勝多いのってやっぱ吉本多かったりするやんか、うん、あれで結局なんでかって言ったらやっぱ劇場持ってるからなんですよ、うん、たくさんネタを試せるからだったりするね、自分の名刺、確固たる名刺を作れるという意味だとは僕は思うんですけども、うん、そういう意味ではやっぱり結果残したらギャラもアップするし、はい、っていう中でね、うん、若い時にもらえないのは仕方ないとは思ってたんですけど、うん、今の若い子たちはだからこう変わったから、吉本。すごい。割合は言えないですけど、はい、大幅に変わってますよ、これはマジで。すごいですね、いろいろ変わったんですね。じゃあ前も言いましたけどもね、劇場が今ちょっといろいろな問題でね、無観客っていう形で、ね、うん、はいはい、劇場が休止になってる中でも吉本は給料払ったりとかしてますから、うん、たくさんこう吉本もいい方向に本当に変わってるんじゃないかなって思います、うん、懐かしいな、そう考えたら若い時の話とかな、うん、いや確かにね。っていうかごめん、はい、さ、うん、さっき言ったやん、ネットニュースあるあるやねんけどさ、うん、よくこうタレントさんのネットニュースになった時に、うん、いやもうほぼほぼ100あんのがさ、うん、ほにゃららかんじゃらでほにゃららかんじゃららしいですよかっこ、テレビ関係者あるやん。多いですね。あるやん。で他で言ったらさ、かっこ放送作家、放送作家も多いですね。多いやん、はいはいはい、あれも多いっすよ。何、元芸人とかも多い。元芸人、確かにね、ほんとやだ。あるじゃないですか、うん、でね、聞きたいのはね、今ここにね、現役で放送作家バリバリやってるトンボさんがいるんですよ、うん、あ、そうですね、はい、ね、はい、ちょっとごめん、もう来て。あー、行きますか。ちょっと来て、安くも来て、はいはい、ちょっと、こみた話しようよ。なかなかないですね、こんな。なかなかないですけども、はい、すみません、どうもです、吉武です、よろしくお願いします。さ、はい、どうなん実際、うん、その周りにも放送作家の知れてたくさんいます、います、はい。で、ネットニュースでいる放送作家カッコってなってるってことは、某放送作家ですね、某放送作家になってるじゃないですか、はい、ってことはネットニュースの会社か分からんけど、うん、が取材してるってことやんか、うん、あんのぶっちゃけそういう取材って。もう本当のこと言っていいですか。怖っ、はい、一回もない。一回もないの。一回も。え、いやだから僕周りでも聞いたことないんですよ。要は周りでもないの。そのこんな取材あってとか、多分取材したらまあ喋るじゃないですか、うんうんうん、会議とかでもそんな話題になると思いません。そうね、確かにね、こんなん聞かれたとか、うん、だから 僕はですけど、あくまでね、はいはいはい、他は知りませんけども、はい、僕の関わってる仕事でそんな話になったことは一回もないですね。一回もないか。うん、もちろん来たこともないし。元芸人やん。ないっす、ないっす。かっこ元芸人多い言うてたさっき、うん、まあ、ないの。ないっすよ。だからちょっと前に吉本が問題になった時もで、大体なんか、うん、マイナスなことを言ってたりとか、うん、ちょっとなんかそういうのだけ取り上げてるじゃないですか。だからね、で僕はすごい好きなんですよ、うん、吉本さんを。そうだよね、さっきの話じゃないですけど、うん、かっこいいとこもいっぱいあるし、ある、芸人さんたちもいっぱいいらっしゃって、うん、そこを言ってほしいのに、うん、言わないよね。はい、うん、まあそれ分かるよ。なんか悲しいっす、それも戦略の一つやったりするやな、うん、とにかくこうクリックしちゃって、はい、分かりますけど、うん、とはいえさ、うん、ないよなぁ。誰なんでしょうね。誰どうやったなんでしょうね。あ、誰、詩人 A。 誰やねん、詩人 A、 詩人 B。 いやでも聞いてみたいですね、そのインタビュー受けたって方がいるんだったら、実際こういう流れでインタビュー受けて、うんうん、こういう記事になったっていうのがね、そうね、もしいるならばね。でもちょっとあまりにもね、うん、なんて言うんだろう、仮サックとしてね、うん、マイナスになるプロモーションしたくないし、まあそりゃそうですよね、っていうのあったりするんですけど、実はですね、うん、結構前の小部屋で僕話してたりすると思うんですけど、うん、フライデーさんの、うん、デジタルの方かな、はいはい、そこのネット記事について僕喋ったことあるんですよ、うんうんうん、でいつかちょっとなんか、あ、
そうだそうだ行かれへんかな、うんうんうん、取材に動画にしたいなっていう話で、ね、実は今も交渉中なんですよ。あ、交渉なお続いている。今もなお交渉中そのことを気になされてる方も少なからずいるんで、はい、ちょっと言わせてください。なお交渉中難航してるのかな。難航してます。でもこれが完全にもし決裂した場合、うん、僕決裂しましたっていう動画も出さない。そうですね、お待ちください、うん、そして決裂しなかった場合はどっかのいつかのメインで僕はやろうと思ってます。いやー、すごいよな。それは考えてます。あ、ね、まあとにかくね、ないんで、マジで、うん、ないですね。そういうことは一切ないんで、信じてください。信じてほしい。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと楽しいのがさ、うん、まあ、これを機会に今日ちょっとお金についてっていう動画だったりするから、うんうんうん、こんな話もたまにはいいのかなと思って、はい、ね、皆さん、まあ、トンボと安武ってもともと芸人さんやってるじゃないですか、はい、私も吉本ですよね。そうです、はい、吉本です。じゃあ皆さん、その2人の芸人時代の給料気にならないですか？もう芸人じゃないっすさ。そうっすね、確かに、うん、気になりますかね。もう変わる前の吉本の話やから。あー、そうですね、全然昔話。うんね、はいはいはい、先に軽く説明しますと、トンボさんに至ってはもともと名古屋の方で芸人さんをやっていて、そうですね、はい、で結構ね、皆さん人気やったんです。そうだって、レギュラー番組とかいくつかありましたから。いくつかすげーありましたよ本当に、はい、すごい人気で、何だったらキャーキャー言われてた。言われてましたよ。まだ髪あった時でしょ。髪まであんま変わってない。髪は変わってない。でももっと若かった。そう、若かった、うん、フレッシュフレッシュだった、うん、本当に。今はもうフレンチブルドッグみたいな。今フレンチブルドッグだよ。昔はチワワみたいな感じだった本当に。やってて、ほんで東京も進出なんかしたりもしながら、そうですそうです、結構あの結果残してる、ちゃんとやってましたよ、コンビでした。そして安武に限ってはなかなか厳しいね、うん、そうですね、うん、はい、まあいろいろコンビとか解散したりとかも繰り返して、うん、結局、うん、15年間やりましたけどね。15年間やったということなんですけども、うんうんうん、ちょっとその辺の2人のちょっと給料、はい、最高給料、あ、最高、最低給料は、いやだから、うん、ちょっとこれ聞きたいですか、うん、いや一緒かもしんないけど、最低で言ったら450円です、うん、あ、そう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 っす。あ、劇場かな。劇場です、うんうん、あ、1回ってこと。劇場1回1回で450円です。500円の、うん、源泉引かれて、はいはいはい、450円。なるほどね、はい、うん、が最低、最低、ね、一緒だよね。一緒ですよ。じゃあ月に1本しかその時は舞台がなかったんだ、うん、そうですそうです。なるほど、うん、やっぱりでも皆さん気になるのは最高の方じゃない。最高ね。どうだったの。じゃあ僕からいきますか、うん、まあでも言うて、うん、もう本当にもあの先ほども言いましたけど、レギュラー番組もある、はい、すごいよな、うんうん、もう一本じゃないですからね。テレビもラジオもやってました。すごい、はい、だからもうなかなか名古屋で活躍してた中、うん、最高月収が、16万。うん、微妙微妙。でもそんなもんやな。恥ずかしい。リアルにそんなもんやな。いやでもほんと、しかもいろいろ重なっての16万でしたから、ね、多い方、多い方ですよ。だからもうほんとに僕もガッツポーズしましたもん。16万やった時に10万超えた時なんてもうとんでもないですよ、うんうん、そうやんな。分かる。なかなか10万の壁がね、うんうん、はいはい、うん、昔はそうだった。そうですよ。今の吉本絶対変わってたと思いますよ。いやー羨ましいな。そうなんですよ、若手の芸人の皆さん、ほんとに羨ましいですよ、うん、本当に吉本変わってよかった。うん、じゃあ僕なんかその今10万の壁の話あったじゃないですか、うん、超えたことないですよ。あ、ないねや。ないっす、ないっす。15万の家とか超えたことないっすよ。そらそうだ、安武に限ってはレギュラー番組も持ったことないし、はいはいはい、ラジオ番組も持ったことないかったりするから、はい、何分なんでも、でもマックスだから8とかじゃないですかね。林もね、リアルやわ。うん、リアル、もうみんな多分その辺行き来してたんじゃないかな、うん、じゃあごめん、ちょっともうごめんね、突っ込んで、はい、どのギャラ、そのどの仕事が一番良かったの。あー、なるほど。いや僕全然だから、うん、全然面白くないくていいですか。全然全然いいですよ。一番良かったのも本当にリアルに営業ですよ。営業だから、それが一番良かった。テレビなんてもう本当少なかったですし、大体いくらぐらいだったんその時。テレビですか。うん、営業で。営業だから多くて2万とかです。リアル。うんうん。そう、でもその2万がむちゃくちゃ嬉しいです。嬉しい2万ってなる。俺もそうやったから。ああ、本当ですか、うん、あとでその話もしようか、ちょっと、うわ、ちょっともう本当にカジサック、はい、カジサックの1年目の、うん、ちょっとギャラの話とかも行きたいですね。1年目はいいやん。あー、まあまあね、はい、まあまあいいじゃないですか、はい、だから今日他の話言ってるし。そうですよね、全然いいです、はい、その前に安武の安武のね一番僕は
一回、ナンバグランド花月、NGK、うん、はい、に立ったことがあるんですよ、はい、すごいやから、うん、嬉しかったんですよ。どういうあれで、それが、うん、あの当時あのタムケンさん、田村健二さんと、うんうん、確か松本さんとかがお話し合いされて、ダウンタウン松本さんと、はいはい、が立ち上げたライブがあって、うん、若手をとにかく舞台を増やしてあげようっていうライブがあった、うん、すごいすごい、あったあった、はい、ゴールデンアワーみたいな、なんかそういうなんかタイトルのがあって、はい、若手が何人もで集まって、まあ時間帯は夜だったりするんですけど、うん、NGK で漫才やらせてもらえて、すごい、ギャラも全員一緒で、うん、あ、一緒、はい、いくらとは言えないんですけども、そ、信じられない、その、はい、すごい、舞台で若手が数万円なんてなかなかないじゃないですか、舞台なんて、そんな、はい、じゃあ数万円、すごい、あ、なるほどな、その松本さん、田中さんとかが考えたギャラかもしれないから言えないってことね、はい、そうです、そうです、そうです、でも、はい、まあまあこれまでええやん、ね、はい、トンボの営業のギャラよりは、もちろん上です。うわー、すげー、すごいな。で、あのお二人だったり、それもちろんダウンタウンさんお二人もそうですし、うん、皆さん上の方々がそういう風なライブを作ってくださって、うん、で毎回 MC も最初、一番最初のライブの MC、ダウンタウンさんなんですよ。マジで、はい、実際やられたの、浜田さんも一緒、はい、やばー、見た。で、その後もずっと豪華な MC で、僕がちなみに出させていただいた時は、うん、ロバートさんが MC やった。ロバートさん、ロバートさん MC して、それって MC の人も、はい、ネタ出番で出る人もギャラ一緒ですよ、確か一緒なんす、そう、一緒なんすよ、すごい、そう、もうさ、かっこよすぎる、かっこいい、マジでめちゃくちゃかっこいい、それぐらいこう若手の子たちにちゃんと活躍の場を与えてチャンスをっていうんで、はい、うん、多分関係者の人たちも見に来てんねん、そういうのは、そう、あ、そうか、そうそう、んで作家とかもそうやし、うん、あのテレビに使えそうだなってなって、最高、最高、僕はそういうのをいただいてるので、なるほど、そういうのを伝えてほしい、なるほど、確かに、ね、ニュースに、はい、恩恵もね、すごい受けてるからね、そうやったら元芸人ですし、喜んでコメント残すから、いや、本当ですよ、いつでも来てくださいじゃあそろそろ閉めますか、おい危な、危ねえな、危な、危な、危なかったっすね、一番聞きたいや、扉開けて開けて開けて閉めないで改作、そうね、1年目、うん、1年目のじゃあ最高月収、うん、ね、まあ、はい、もうこれね、はっきり言ってもう19年20年前の話だからうっすらとしか覚えてないんだけど、うん、はい、ね、とにかくね、我々早かったんですよ、うん、めちゃくちゃ早かったよ、すごい、そのお仕事いただけるのが、うん、あのなんか漫才の賞とかいただいたりなんかして、うん、あの確か当時レギュラー番組も多分6本ぐらいあったと思うね、もう、うん、1年目で1年目で、うん、とんでもないよ、でそこそこ、 こう営業も行ってたし、はい、なんですけど、はい、もうマジでガチなやつ言うで、じゃあ、うん、最高のやつね、はい、1年目の最高月収、うん、うん、36万、ああマジでこれぐらいだったんちゃうかな、ああ、そうなんすね、だからあの多分これね、皆さんの中でどう思ったか、そのうわ、安って思ったのか、高って思ったのかって、これ人それぞれだと思うんですけど、うん、多分今のリアクション見た時に安って思ったと思う、思いましたね、ちょっとその、うん、要は活躍の割にはという、うん、レギュラーも6本やったから安って思ったと思うんですけど、うん、でもそんなもんないって、やっぱり最初って、うん、みんなそうなんですよ、やっぱり最初からいきなりお金をたくさんいただけるような世界ではないんですよ、確かにな、我々芸人の世界は、特に吉本さんは、うん、当時 ね、当時の吉本さんそうだって、さっき言ったさ、営業の話でしょ、はいはいはい、2万って言ってたろ、はい、俺ら1万最初8000円やからね、そうなんすね、だから俺なんやねん、王様なんでチワワ8って言うの、チワワ2万ももらっちゃう、チワワ2万、人気のあるチワワだった、人気のあるチワワだった俺8000とかだよ最初、あーマジっすか、この営業で、そっから頑張って頑張って徐々に上がっていったりする、でテレビとかもそうよ、うん、最初なんかもうめちゃくちゃ安かったから、それはだから寝ずに働いてたで俺、それでもそうですよね、寝ずに寝ずにやって舞台も出てってやってる中でそれやから、でそっから徐々にですよ、だから、うん、上がっていってみたいなことはあったりはしましたけど、なるほど、めちゃくちゃ生々しい話してるな、生々、金額が生々しいまあでもたまにはね、いやすごい面白かった、いいじゃないかな、はい、ひょっとしたら吉本さんからあの非公開にしてくださいってなったら仕方がないけど、そうですね、でも全然悪い話はしてない、うん、全然全然、ごめんなさい、ちょっともうね、関係ない話ばっかりしちゃいましたけど、はい、最後にもう一回いいですか、うん、割合の話はほんまにしっかりとしてますので、うん、全員一緒でございます、はい、僕が特別で吉本からなんか割合僕だけゴーンもらってる、こんなことは一切ございませんので、うん、今後もですね、これを見たもしなんかそのネット関係者の方々もね、あんまりそういうニュースやめてください、うん、ほんまにあの僕だけじゃなくてチームのみんなも傷ついたりもしますからね、うん、本当によろしくお願いします、はい、以上、お金の話
最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。